今回はぶっちゃけということで、うん、千葉さんに生で見て一番美人だと思った女性芸能人を聞いていきたいと思います。イエーイ。その地元の連れじゃないんだから誰が綺麗だった、芸能人いろいろ見てきたけど、毎回里帰りするたんびに聞いてくるけど一番って難しいよそりゃ。いや皆さん綺麗ですよ本当に。でも結局ね、この世界に入る前に見た人が俺抜けてないのよ、その衝撃が、うん、素人の時にたまたま空港で井川遥さん見かけた。井川遥さん大好きです私。もうあらそう、美しいですよね。美しい、本当に。だからもう20年ぐらい前、お仕事だったのか、でも一人だったからもしかしたらプライベートでたまたま来られてたのか、こんな可愛いのっていう、その、そう、その衝撃、そう、松山空港で、地元で最初に見た芸能人、それまで小錦さんだったのよ。それが衝撃の1位だったんだけど、もうそれをその美しさで塗り替えたのが井川遥さんだったね。桃子さんもいます、ぶっちゃけこの人は1位だったなみたいな。そういう話ね、聞いたことないの私。聞いたことない、あんまないです。あれじゃ好みのタイプとかも把握してないの？そう、全く把握してないから。あ、そうなんだ。これをこの今日話すことによって、うん、桃子組はそうどんな反応するのか、ね、ちょっとドキドキする。じゃあ発表します。はい、ジャルジャルの福徳さんです。そうだそれだそれだわ。私ずっと高校時代っていうかその前からジャルジャルさんすっごく大好きで、うん、ライブまで見に行ったりとか足を噛んで行ってたんですけど、その頃はもう後藤さん推しで、あれもう後藤さんが本当に好きすぎて、後藤さんが高校時代結婚した時とかも普通に一人病んでたりとかしたんです。そこまで好きだった後藤さんから、うん、でそれぐらい好きで、別に福徳さんのことはそんなに興味なかったんです。なんか、うん、その男性というか好きなタイプとしては、うん、なんですけど、そのビッシュに入って仕事する機会があって、うん、ちゃんとね挨拶させてもらった時に、うん、福徳さんの方が全然優しかったんです後藤さんも優しいよ、まあ、後藤さんも優しいんですけど、多分シャイなのか分かんないけど全然なんか喋ってくれなくて。あ、そう。でそれイメージがガラッと変わって福徳さんってなっちゃって、はい、結構簡単だね本当にこんな転がらされちゃってます、ね、そう。しかも実際見てもやっぱり福徳さんかっこいいなと思って。いや後藤さん気の毒だな。アツコ氏は逆にぶっちゃけ生で見て一番かっこいいと思った男性芸能人。予想つくけどね大体。第1位、はい、あ、意外そこ選ぶ、誰だろう。みんなもコメント欄で予想してね。分かってる。金メタ無料配信はアベマ TVer で、お気に入り登録もぜひお願いします。